皆さんこんばんは編集者のもずくです今宵の会談は山優さんで足引きをお送りいたしますそれではご覧くださいじゃあ私はですねまあまず一つ目はね、このコロナで皆さんも家にいらっしゃいますからちょっと最後にそこにつながるような話をさせてもらおうかなということで <laughs> 僕はね勝手に足引きって呼んでるんだそういうふうに話してくれたのは まあ仮に旦那さんとしておきましょう。旦那さんという30代男性の方。その方はきっかけはわからないんですけども、ある時から急に足をグッと机の下や、あるいは椅子の下に引っ張られる。そういう感覚が出るようになった。それ、明らかに両足首を手で掴まれて引っ張られてるっていうんですよ。 もちろん病院にも行ったんですけど、病院に行けば、まあ神経の何か疲れとかストレスでしょうとしか言われない。でも旦那さんからすれば足首を掴んでる両方の手く、人間の手の感覚がはっきりあるんです。最初は数日起きだったんですけども、これが毎日になって、やがて一日に何度も足をぐっと引かれるようになった。それ、回数が頻繁になるにつれ、どんどん引く力も強くなるんです。 で、ある時、仕事をして、残業時間に一人で働いていたら、机の下に両足首をぐっと引かれて、あまりにも強かったんで、本当に椅子から転げ落ちるほどだったって言います。それを体験した時に、これはまずいなと。このまま何か自分が放っておいたら、恐ろしいところに引き込まれるような、体だけじゃないかもしれない、もしかしたら何か魂が引かれるような、そんな気持ちにもなったと言います。 ただどうすればいいかわからない。そんな折に、ちょうど旦那さん、知り合いの方が出ていたトークライブっていうのがあって、それに行ったんですね。で、小さな劇場で、まあこうやって今我々がいるみたいに、椅子に座って、近い距離で座ってる。で、そのライブを見ている間に、隣の人が妙に足元をずっと気にしてる。あれどうしたのかな家に帰ったら、その日以来、 旦那さん、足を引っ張られなくなったんです。ああ俺、あの隣の人が足元見てたのを思い出して、あの人に映せたんだ。なんか自分に取り付いてたような恐ろしいものがと思って、ものすごく安心して嬉しくなったそうです。ただ、残念ながら、一ヶ月ちょっとしたら、やっぱりその足をぐっと引く感覚、戻ってきてしまったそうなんですね。 残念には思いましたが、今度は旦那さん、人に映せるのが分かったので、まあ彼曰くいろいろ試してみたそうです。とにかく、引っ張られるのも椅子に座っている時だけですが、試したら映せるのも椅子に座っている時だけ。しかも、ある程度近い距離で、えー、長時間、並んで座ってないと、どうもこの彼が足引きと呼んでいるものは人に映らないらしい。だから、 こういう狭い箱とかライブハウスみたいなところで座って聞くトークライブなんかはちょうどいいんだよ。そんな話を彼話してらっしゃいました。私が、彼非常に無趣味なのにいろんなライブに行くんですけれども、僕の階段にも昔来てくれたことがあって、君階段なんか全然好きじゃないよね。どうして来てくれたのって言ったら、こんな話を聞かせてくださいました。私、ちなみに彼に、 ねえでもうされた人一月ちょっとぐらいすると戻ってくるんだよね。それうされた人ってどうなってるのって聞いたら「さあ僕も自分のことが可愛いんでそこまでは考えたくありませんし考えたことないですねどうなってるんでしょうハハハ」<laughs> そういうふうに彼は笑ってらっしゃったんですが今こんな状況になっちゃったじゃないですか。彼 多分どこにも行けてないと思って。ねえ、君、ライブハウスにも行けてなかったら大丈夫って、連絡先メールだけ知ってるんで送ったんです。そしたら彼から、マジでやばいです。そういう返事だけ来て。どうやばいのか聞いたんですが、まだ彼から返事がない。一体どんな話が聞きて聞けるのかと思ってますが、 そもそもそそ彼から話を聞く機会がが残ってるといいるとのですがそんなふうにあの話をさせていただきましてまあですねつまり僕が言いたいのはステイホームコロナと戦えっていうことですねどうもありがとうございました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価コメントしてくれると嬉しいです 次回の動画もお楽しみに